皆さんこんにちは、花丸帝国です。今回は2024年のコーペンちゃんハッピーバッグの販売が発表されたので、早速動画作っていきたいと思います。いやー、ついに発表されたね。なんか一気に年末感が出てきました。ねえ、牛、虎、ウーと、今ね発売されてきたコーペンちゃんの福袋、今回はタツーだね。竜になったコーペンちゃん、めっちゃ可愛いデザインになっています。こちらのドラゴンのコーペンちゃんが必ず付属される福袋の、こちらの価格が4400円税込みで販売されます。コーペンちゃんの福袋っていうと3300円っていうイメージがね強い人がいると思いますけども、去年からかな、4400円に値上がりしました。これはね、近年の物価高も相まって仕方のないことですよね。まあでも収録内容が結構豪華なので、それでも超お買い得な福袋なのは間違いないです。去年のパターンだとトータル2万から3万円を超える収録内容だった方が多いので、おそらくね今回も同じぐらいの収録内容になってるんじゃないかなと思います。で、販売方法なんですけども、花丸ストアでの予約は12月15日の18時から開始されます。花丸ステーションとかコーペンちゃんのお店屋さんでの販売に関しては現在は情報公開されていません。これはね去年の写真なんですけども、去年と同じパターンなのであれば、花丸ステーションとコーペンちゃんのお店屋さんも事前予約の整理券が、ネットの方から配布になっていて、ネットで整理券を勝ち取れた方は店舗にて受け取りが可能でした。確か京都店だけはね、なぜか事前予約ができなくて、当日1月2日にね早い者勝ちで整理券が、並んだ人からね配られる形が取られていました。今年はねさすがに全ての店舗で整理券の配布になるんじゃないかなと予想しますね。僕も2021年と2022年に関しては朝早くから原宿店に並んで整理券をゲットしたんですけども、これがねまたスーパー極寒地獄の中を何時間も並ばなきゃ整理券をゲットできなかったので、まあすごく大変でした。まあでもね、それだけ苦労して手に入れた福袋は何物にも代え難い嬉しさがまあありましたけどもね、まあでもそれでもやっぱり事前の整理券になってくれるのは本当にありがたいことだなと感じています。で、福袋をゲットするための今後の流れとしては、まず12月15日の18時から開始される花丸ストアでの予約の日、ここがまず一つの勝負時だね。花丸ステーションとかお店屋さんみたいな常設店へねいつでも行けるって方であればまだチャンスはあると思うんですけども、そうではない方に関してはここを逃すとねかなり厳しい状況になってしまうと思うので、しっかりと事前の準備をして予約の開始日にね臨むようにしましょう。アクセス集中とかでねサイトにつながりにくくなる上に、つながったと思った頃には売り切れてしまってるみたいなね、そういったパターンが本当に多いのでめちゃくちゃ激戦になります。多分ね10分ぐらいで売り切れになってしまうことが過去は多かったかなと思います。そして常設店での予約開始の日についてはまだ公開はされていないんですけども、去年と同じパターンなのであればおそらく12月25日の月曜日に、常設店での予約の開始が始まるんじゃないかなと予想しています。確かね夜の20時ぐらいから予約が開始になったような記憶です。で、この整理券に関しても早い者勝ちになってしまっているので、花丸ストアの時と同じく事前準備をしっかりして臨むようにしましょう。こちらの動画で事前にやっておくことをまとめて解説しているので、ぜひチェックしてもらって福袋を勝ち取っていただけたらなと思います。こちらの動画は概要欄に貼っておきます。はい、ということで今回はね、コーペンちゃんのハッピーバッグ2024年のものがね、販売決定おめでとうございます。
楽しみっていう気持ちと、またあの福袋争奪戦をね、繰り広げなきゃいけないのかっていう若干の緊張感にね、包まれている現状でございます。購入を進めようと思ってもアクセスが集中してますって言ってエラーになって進めないっていう時ってね、本当に生きている心地がしないんだよね。あのやってる方だったらわかると思うんですけども、でね、皆さんに注意してほしいことが一つあるんですよね。この写真は、去年僕が出たエラーなんですけども、サイトに繋がらなくてね、出てきたエラーの画面になるんですけども、指定されたクレジットカードが利用できませんってめちゃくちゃ怖くないですか？さも僕のクレジットカードに問題があって利用できないっていうニュアンスで捉えてしまいそうになりますよね。この警告文がいきなり出てきたものだったので、僕もすごく怖くなってしまって、自分のクレジットカードがおかしいのかなと思って慌てて他のカードを登録し直したりしていたんだよね。で、その間に売り切れてしまったっていう悲しい過去が、去年かな、あったので、本当に大変でした。でね、この後後に分かったんですけども、このエラーが出てもクレジットカードに問題があるわけではなくて、シンプルにサイトの混雑による影響で使えないだけみたいなんだよね。なので今年の予約の時にも同じクレジットカードのエラーが出たとしても、臆することなく何度もトライすれば OK ってことだね。同じエラーが多発している方も結構多かったみたいなんで、今年やる方は本当に気をつけてください。去年の反省も生かしつつ、今年は花丸ストアで最速ゲットを目指したいところです。花丸ストアで購入するメリットの一つとして、年内のうちに福袋が届くっていうところなんだよね。確か去年で言うとクリスマスの頃には、こちらの福袋届いていたような記憶です。僕自身はね、先ほど言ったように購入はできなかったんですけども、花丸ストアで購入すればおそらく年内には届くので、そういった意味合いもあって、なんとか花丸ストア版を僕も購入したいって思っています。また何かしら情報が公開されたらね、その都度動画出そうと思います。僕の動画を見てくれている方には何としても福袋をゲットしてほしいので、そのためには僕も知っている情報、知識はね、全てお伝えしていけたらなと思います。みんなでね、一緒に福袋開封ができたら楽しいもんね。僕もそうなることを願っています。なので何でもね、コメントとかで気軽に聞いていただけたらなと思います。じゃあこんな感じかな。12月も早いものでね、もう上旬が終わろうとしてるもんね。あっという間に年末が来てしまうことでしょう。やり残したことがないようにね、日々一日一日を大切にしながら、コウペンちゃんと素敵な思い出を作ってください。今っていう時間はもう二度とね、戻ってきませんから、今日できることは今日やっておきましょう。コウペンちゃんとね、あそこ行けばよかったなとか、コウペンちゃんと一緒に何々を食べたらよかったなとか、そういう気持ちがあるんだったら、もう今日からやっていきましょう。そんな感じですかね。じゃあ今回はこれで動画終わります。最後まで聞いてくれて、見てくれてありがとうございました。また他の動画でお会いしましょう。